アイバききななかけるブ、分時代逆行の、超ジャニーズ番組、で視聴率再開スタート。敵は、内村てるよし、浜田正都親友の地獄枠で生存確率は ?10 月26日、嵐相イ雅紀40か MC の新番組、きななかける部木七丸抜部、富士テレビ系、木曜夜7時からが、 初回2時間 SP でスタートした。キナナかける部は、MC の相場も含めた様々な芸能人が学校にはない部活を自ら立ち上げ、様々なことに挑戦するバラエティ番組。相場は9月末で終了した同枠の VS 魂グラデーションからの続投となる。初回は嵐の二宮和成さん40がゲスト出演して、一筆形状部。 という、相葉さん主導の部活に挑戦する企画が、特にフォーカスされていました。新番組の初回放送をこけさせるわけにはいかないから、二宮さんに出てもらったんでしょうね。企画は、相葉さんが二宮さんにマジくやしかったところで会おうとだけ書いた手紙を送り、それだけをヒントに二宮さんが相葉さんの居場所を探す、という内容でした。 候補地をめぐる過程で活動休止中の大野聡さ,さん42やメンバーの若い頃のエピソードが飛び出したりファンには楽しい内容でしたが視聴率は再開スタートという残念な始まりとなりましたワイドショー関係者キナナる部の初回平均世帯視聴率は5.1%個人視聴率は3.1%だった関東地区 ビデオリサーチ調べ。キナナかける分は、メインにしているであろう女性層の視聴率は悪くないですが、お世辞にも高いとは言えない数字ですよね。全番組、VS 魂グラデーションは引く視聴率が理由で9月末に終了しましたが、キナナかける分も、初回 SP で二宮さんにまで出てもらってこれでは、今後の生存確率で言うと、 かなり厳しいでしょうね。大苦戦の理由一つは、木曜夜7時枠は、強力な裏番組が並んでいる地獄枠であることですね。前室のワイドショー関係者。木曜の夜7時、主要キー局で放送している強力なライバル番組は、以下の通り。